1番脇本ゆ長いゆっくりと仕掛けてきた。さあ1番の脇本が前に出ていく。2番吉本、ここはどうするのか。現在2番手2番吉本田口、5番の吉村和幸並走の形となって2コーナーからバックスレッジ入っていく。さあ2番吉本は下がりました。打者を迎えていきます。さあ打者を迎えて1番脇本雄太が後方を牽制しながら先行体制に入っていく。さて2番の吉本拓司ですが、現在後方の7番手あたり、3番の室井健一が番手に切り込んできた。レースはいよいよ最終周回。1番脇本がペースでかける。そして3番室井が番手に切り込んで、5番の吉村と激しく番手がもつれたが、3番室井が番手を取り切った。さあ後方から2番吉本のまくりが飛んでくるが、先頭は1番の脇本雄太。いや車間を切って現在2番手まで、2番吉本まくって徐々に車間が縮まる。ちょ4コーナーから直線、1番脇本粘る、2番吉本追いついたかどうか。2番吉本かわしたか。